ヨークシャープティングは、ローストビーフによく添えられる。トードインザ・ホール・ヨークシャープティングは、イングランドのヨークシャーで生まれた、イギリスの家庭料理の一つ。いわゆる菓子の、プリンではなく、ふわふわもちもちとした、シュークリームの皮のようなものである。ローストビーフなどの肉料理の付け合わせとしてよく、用いられ、ホースラディッシュソースやグレービーをかけて食べる。型に、小麦粉と、卵。 少量の食塩を牛乳と水で溶いて作った生地を流し込みオーブンで焼いて作る。もともとは肉のローストを作る際に受け皿に溜まる肉汁も利用していたためドリッピングプディングという名称で知られていた。1737年に出版された女性の義務のすべての中に見られるドリッピングプディングのレシピは天板にプディングの生地を入れてマトンのローストの下に置き マトンの肉汁をプディングで受けながら焼き上げるように書かれている。1747年に料理研究家ハナー・グラスが簡潔簡単な料理の芸術の中で同様のレシピをヨークシャープディングとして紹介している。当時のオーブンは現在のものとは性能が異なるため当時のドリッピングプディングは現在のもののように膨らまないよりもちりしたプディング状の料理であった。 伝統的なヨークシャープディングは大きなブリキ缶で焼き上げられ適当な大きさに切り分けられるものだったが近年ではマフィン型のような小さい型を使って複数を同時に焼き上げ個人で取り分けるスタイルが主流になっている焼きたてのものは型からはみ出すほど膨らんでいるが冷めると徐々にしぼんで大型になるヨークシャープディングはソーセージと共に イギリスの家庭で日曜日の昼食、夕食に出される料理の定番であり、時にはメインディッシュの前に食べられることもある。これはかつて貧しい家庭ではお金のかかる肉料理を節約する必要があったために生まれた風習と言われる。イギリスのパブではボール状のヨークシャープディングにソーセージや牛肉の煮込みなどの様々な具を盛り付けて食べる。 生地にソーセージを入れて焼き上げたものは、トードインザホールと呼ばれる伝統的な料理である。ちなみに、味の悪いものは、フロッグインアボグと呼ばれる。よく似た料理に、アメリカ合衆国が起源とされる、ポップオーバーがあり、またその原型と言われているが、こちらは、ジャムや蜂蜜をかけたり、アイスクリームや、生クリームと一緒に添えたりとスイーツ感覚で食べたり、する。レディー、え。 ウィリアム・カンリック、ザ・ホール・デューティー・オブ・エー・ウーマン、ロンドン、UK、グラス、ハナー、ザ・アート・オブ・クッカリー・メイド・プレーン&・イイジー、アップル・ウッド・ブックス、ISBN 978から15億5709万4629。ありがとうございます。